失策数十に球団トップ日ハムさん、悲惨すぎる守備。キャッチボールからやろ、自滅多すぎん。失策数段と綱だけあって、なんかハムらしいミスだな。結局今年も最下位か。新庄もこの顔、成長成長言うけどぶっちゃけ成長してる。野手陣は去年より能力上がった選手って清宮万波くらいじゃない。新庄って采配もあれだけど育成も微妙かな。あれだけ守り勝つ野球目指すっていう割には全然で草。もういよいよ暗黒期の始まりかな。ぶっちゃけ清宮万波の村がちゃんと覚醒してくれないと暗黒不可避だよな。新庄も正直諦めてる気がするわ。ワンちゃん今年で退任あるんか。こんなミスされたらやめたくなるよ。だって普通のキャッチボールができてないんだもん。誰かこの状況を変えてくれるものはいませんか。立浪、一回交代してみる。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。